九郎様。久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議りのもう一振りよ。健一郎殿。そのようなものでは、決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。行為参る。ああ、しまいとしよう。俺がアシナを生かす。何もできなかった。だが竜印がこの国を生かす。これでアシナの世は明ける。哀れな孫の最後の願いじゃ。わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。ゆえに赤炉、
がアシナを生かす。
おそばにおります。竜の涙。生涯の忍びを、虫たちをお願いできますか。これはやはりあなたが持っていてください。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。おそばにおります。竜の涙。最後の節を成敗いたす。人として生きてくだされ。行かれるのですね。はい、私も人として懸命に生き、そして死のうと思います。我が忍びがそうしてくれたように。エマ殿にも
お世話になりました。おそばにおります。竜の涙を。参りましょう、我が巫女。クロウ殿、今はどうか安らかに私の心にとどまってください。さようなら、みんな。私は行かねばなりません。我らの因果を断ち切るために。とても長い旅になります。それでも共に来てくださるのですか？はい。ありがとう、竜の忍びよ。クロウ殿も喜んでおります。参りましょう。西に、神なる竜の故郷に。父の言葉に従い巫女を捨てる。それでよいのだな？はい。掟は絶対、主よ、巫女を捨てまする。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動も、これはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては、今は亡きあのお方に申し訳が。たたほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。
あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。セキロよ、お主愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。修羅に落ちる前に切ってやろう。再び修羅を切る。
こちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえあの一心に勝るとはさすがはわしのせがれじゃの。 これで全て我が手の中よ。アシナもナイフどもも、この国ごと食らうてくれるわ。我武士ユコンザエ。
死ぬ。兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。